東栄町は、中華人民共和国の政治家、周恩来国務院総理の妻であり、婦人解放運動の活動家、中共八大元老の一人で、第四代中国人民政治協商会議主席を務めた。1九百四年二月四日に、厚生省南令に誕生した。原名は、東文祝で、直霊第一女子師範学校入学後に、東栄武と改名し、 さらに、東栄町と名を改めた。1924年に中国社会主義青年団に加盟し、1925年3月に中国共産党へ入党した。8月8日に、周恩来と結婚するが、二度の流産により、不妊症となり、以来国民党勢力に殺害された共産党員の維持を養子として養育した。この中には、国務院総理を務めた。 理法などが含まれる。関東省では、東欧関東クイーン、婦女部部長に就任し、国民党にも入党して、国民党関東省婦女部の業務にも従事した。1927年に、蒋介石が共産党員に対する弾圧に着手すると、上海に戻り反省解析の地下工作に参加した。調整後は、四六工作部秘書などを務め、 周恩来に従い武漢、重慶などで、公日民族統一戦線工作に従事し、中国戦時児童保育会を設立した。1945年の第7回党大会で中央委員候補となる。中華人民共和国成立後は、全国婦人連盟の第1期から第3期の副主席、第4期名誉主席などを務める。 1956年の第八回党大会では中央委員に選出される。党営長は、周恩来存命中には政務に関与しなかったため、劉少期の妻である王テルと異なり、文化大革命期間中は厚生による迫害を受けることはなかった。しかし文化大革命において、幼女である孫伊予が殺害されるなどの被害を被った。臨病失脚後、夫。 周恩来と後生ら4人組との対立が激化。その最中の1972年5月、周恩来は膀胱癌を発症する。毛沢東の指示により、周恩来の医療組が設置され、東栄町は、妖県栄、王東高、長春京らと共にその中核メンバーとなった。周恩来はその後も病心に無中打ち政務に励んだが、4人組の 厳しい攻撃にさらされて衰弱していった。1976年1月8日に、周恩来が病没したことで、東栄町は、最愛の夫を失った。4人組が打倒された後の1978年3月、第5期全国人民代表大会常務委員会、副委員長に、第11期3中全会で、中央規律検査委員会、第2初期、 政治局委員に選出される。また、中国国民党との関係を評価され、新設された中央対外工作領土省所長として統一戦線工作を担当した。1983年6月に第6期全国政治協商会議主席に就任した。1985年9月に、党中央委員。1988年4月に、 政治協商会議主席を一気で退任した。しかしその後も政治的影響力は大きく、1989年6月の64天安門事件では、八大元老の一員として、長子用の解任、戒厳令の発布、公認の総書記についての密談に参加している。世界の女性政治家やファーストレディとの交友関係を有し、週恩来とともに、 夫妻の人気は中国国内でも高く、おしどり夫婦として有名である。夫妻の出会いの場所である天津南海大学の近くには、周恩来党永長記念館が建設された。ありがとうございます。